はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ケケでございます。じゃあ今回はフル戦実況ということで、まあ何ヶ月前だっけな、かなり前から集めてましたけど、まあ人数もそこそこ集まり、まあ第1回と迎えることができました。で、今回の第1回のゲストです。はい、お呼びしましょうか。実況者のベアさんです、どうぞ。はい、どうも、ご紹介ね、預かりました。実況者ベアと申します。YouTube ではなんか動画を、実況の動画とか上げてたりします。よろしくお願いします。今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、フル戦実況ということで、今回の意気込みとかどうですか？意気込みですか？意気込みですよ、うん、意気込みですか？いや、まあ勝てるようにちょっと今回はすごい練ってきたので。お、それは楽しみですね。ちょっと見せてやろうかなと思いますよ。まあ、こちらも、まあ、新作のドッポケモンたちで。おぉ、ちょっと楽しみですね。ちょ、行きましょうか、本当に。はい。ちょっと試したいやつが本当にいるんで。おぉ。もう、これは、すごいなっていうのを見せてあげますよ、毒の力を。いいですね。いやー、ちょっと若干緊張気味なんですが。まあ、僕も、めっちゃ緊張してます。よし。てことで、対戦に移りましょうか。はい。てことは、レッツバトル。おお。はい、では対戦よろしくお願いします。オッケー、行くしかねえ。毒の力を見せてやる。はい、では、ベアさんよろしくお願いします。初手は、アーキオスだ、アーキオス。アーキオス、行け、ハブネック、シンポケ、見たことないだろ、技は命がけ一択だ、いっけー、スカーフ、命がけが決まっていくのか、これはいけるぞ、頼む、決まってくれ、必殺ハブネーク、お前は命をかけることだけに生まれてきたポケモンだ。これで相手のペースを崩せば勝てる。崩さなければ負ける。言ってくれ。頼むからサマヨール交換だけはやめてくれ。せめてサマヨール交換はダメ。ダメ。サマヨール交換はダメ。それ以外だったらオッケー。頼むよ、頼むよ、頼むよ。この回、この通信隊長自身、スカーフ、スカーフ、はぁ、スカーフ、命がけが決まらなかった。さてどうする、ここどうする、ペン、ペンドラ、行け、ペンドラ、お前の底力を見せてあげなさい。ここスカーフだろ、相手のが早い、自信効かない、身はなだれもダメ、ここはメガホンにかける、相手は、相手はスカーフだから自信しか打てない、自信しか打てないってことは引っ込めてくる、相手はスサノ、スサーノ、スサーノエルレイド、ここでメガホンが当たってく、当たってく、どこまで削れるか、半分以上削った、でもお盆の実か、お盆の実か、でももう一回当てれば大丈夫、頼むよペンドラ、メガホン、メガホン、メガホンが、メガホンが、こんな単純なことではダメか、さすがに、さすがに、頼むぞスサノオ、突破してくれ、ここ突破しないと勝ち筋が見えない、さすがに勝ち筋が見えないぞ、ここ突破しないと、頼むよ、頼むよペンちゃん、影打ち、やばい、タスキを潰されていく、メガホン当たってく、やばい、タスキを潰された、これはピンチ、ピンチ、どうするか、これは
ああ教室だろ、ここも入れ替えるわけにはいかない、ここはもう正面突破だ、地震、あ、ついばまれた、大丈夫、耐える、耐えない、でもついばむしかできない、こいつは、うん、こいつはついばむしかできない、ってことは毒クラゲでなんとか突破できる、行け毒クラゲ、頼むぞ、ハイドロポンプ来いよ、当たってくれよ、これはやばい、これはピンチ、こんなとこで負けてたまるか、頼む、アーキオス、ツイバムだろ、飛行タイプだろ、確かツイバムって、だから確か効果は積んだったはずだから、でこいつスカーフでツイバムしかできんから絶対耐える、ドッグラギはツイバムぐらいでは落ちない、だからツイバムだ、あ、ついてついばまれたけど耐える、こいつなら耐える、ハイドロポンプ、ガッガタ水のジュエルハイドロポンプ、これでアーキオス落としていく、で残り1体での鍵でに終わる、これ残り1体で決まる、よしアーキオスを突破、なんとか毒クラゲでアーキオスを突破、え、残りの1体で僕の運命が全て変わってしまう、ジーバコだと、ここはハイドロポンプ急所を狙う、頼むぞ、素早さ低い、こちらの方が速い、ハイドロポンプが当たってくよ、どこまで削れる、10万ボルト、耐えろ、耐えなーい、てことで対戦ありがとうございました、対戦ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、お疲れ様です、ほんと悔しい、最初のハブネークね、はい、あれ命がけだったんですよ、あーやっぱりか、命がけ一択のロマン型ハブネークだったんですけど、命がけか、ほんとヘビニラミを使ってくるさ、ちょっとサポ系の高速サポのハブネークかな、どっちかなとか思って、でもまあスカーフだからいっかみたいな、そう、こちらもスカーフだったけど、そっちのが上手だったっていう、一応意地っぱいエースブッパーだったんでね、あそりゃ勝てないわ、一発かましてあげようと思ったんだけど、よしと思ってダメだったな、ちょっと本当にタスキ怖かったんで、ああタスキですか、ハブネークタスキかなーとか、サポだったらあるかなと思ったけど、どうだろうと思って、でも一発殴っとかないとなと思って、ハブネークは殴って。いや、ほんと僕ね、今回、ケケさんと戦うにあたって、ちょっと毒ポケモンをあんまり知らなかったので、どんなやつが有名なのかなって調べて、すごいマタドガスが出てきたんですよ。ああ、マタドガス出ますね。マタドガスやべえ、ちょっと冬持ってんのかこいつとか思って、マタドガス対策をめっちゃしてたらマタドガス出てこなかった、あれにマタドガスはさすがに出せないですね、あれは、いやちょっともうガッチガチにマタドガスをちょっといろいろと対策してたんで、まあ今回出ませんでしたけどね、はい、まあ、また今度プレゼンした時に、はい、マタドガスを出しましょう、怖いなぁ、なんか。まあ、てことで、まあ、ここまでで締めたいと思います。はい、まあ、今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、楽しかったです、めちゃめちゃ。こっちも楽しかったです。いやー、よかった。では、はい、次回の実況でまた会いましょう。さよなら。バイバイ。